はい、おそばです。こんにちは。今日3日ですね。1月3日です。1月3日の11時。はい、昨日も動画で、言いましたが、参政党神谷代表の公式辞の、YouTube ですね、参政党の公式チャンネルで、発信していた、これは年末に発信していたやつですね。参政党の運営について、これからの運営についてだっけな、はっきりとはそこまで細かい、タイトルまでは覚えてませんけれども、一発目二発目、三発目後編っていうやつですね、を見て、思ったことを話します。携帯手で持ってるのしんどいの、どっか置きたいけど、これ車の中なんでしょうがないよね。顔がアップになっちゃってって言われちゃったんですけど、すいません、あんまりその辺を気にしないで、撮るので、そうですね、喋ってるだけだから、音だけで聞いてもらえるといいかなって思いもありますね。僕も結構 YouTube 車の中で聞くんでね、聞くって感じですね。見るっていうよりは、なのでぜひ、音で、で声もたまに小さいですって言われることもあるんですけど、ちょっと最近は割と声は意識してやってると思うんですけど、はい、神谷さんはねこんなことをおっしゃっていましたけれども、説明不足だったかもしれませんが、そういった部分もあったかもしれませんがね。あとは1回か2回申し訳ないと思ってますとかっていうことも言ってるんで、やはり、こうやって、僕みたいな、YouTuber であれど、声がたくさん上がれば、何か対応をねしていかなきゃいけない、対策をしていかなければいけないっていうふうに、参政党も判断してああいう動画を上げておりますね。でこれはもう再三彼が言うんですよ、何でもかんでも DIY じゃないんだって、みんなで作れるわけじゃないんだって、これは、最初から、言ってますと、最初から言ってるんですよと言うんですけれども、そこに関してははい、そんなことないなって、もしそうだったとしたらこんなに声は上がってないし、じゃあ神谷さんが、説明不足だったかもしれませんがとかね、説明不足だったかもしれないっておっしゃってるのが全てですよ。だったとしたら、日本語って非常に誤解を与えやすいですし、特に、演説で喋っていることっていうのはそこと現実は非常に僕はコロコロ変わってるとは思うんですけど、もちろん、たくさんの聴衆がいて、熱狂的な歓声を上げる人もいたりとかして気持ちよくなっちゃうからね、勢い余って、言っちゃいけないことをね言うことだって絶対あるんですけど、でも感動しちゃってる状態ですよ、視聴者っていうか見てる方々が、聴衆がね、そこで言った言葉ってのはものすごい影響力があるわけですよ。 YouTube であれ TikTok であれ多分再生数もすごいだろうし、その言葉に、心打たれて、決断をした人たちだってたくさんいるわけですから、なので説明が足りなかったとかっていうのを自覚しているのであれば、そこはもっとちゃんと非を認めた方がいいと思いますし、あとすごく気になった点一つ、何個もあるんですよ。1年後にまた組織が変わって、説明が変わるかもしれませんって言うんですけど、その体制が変わってから説明するのは違うと思うんですよ。だから体制を変えるっていう手前でね、こういう風になっていくかもしれませんが、そこでまた納得できないって人もいるじゃないですか、絶対に。おかしくないですかってね。あとこのインタビュアーの方がね、なんか
まあ、これも対策ですよ。本当に今回こういうふうに、騒動になってしまって、明らかに、参政党から離れてる人も増えてる上に、多分いろんな、問い合わせだったりとか不安の声だったりとかが、届いてる状況になってるし、 YouTube で検索しようもんなら誰かわからないような僕みたいな変なやつがですね、いろんなことを言って、さらにそこに、コメントもついてですね、コメントの8割9割がですね、まあ僕の意見に、まあ 100% じゃなくても、ね、7、8割ぐらいは 70%、80% ぐらいは賛同してくれて、熱いコメントくれてたりとかして、そういうの見てるんですよね。で、報告にも上がってるんですよ。で、かっちゃんねるさんたちの、かっちゃんねるさんの YouTube で、語ってくださった、まあ、党を離れた方もいろんなね、なんつってたかな、欠板状とかを出そうとしたとかって言ってたかな。だから、意見をね、聞いてほしいのに、話し合いがしたいのに、それに応じないっていう場所がたくさんあったからこうなってるんですよ。もっと、なんていうのかな、最悪の決断をする前に、最悪の決断だとは思わないんですけど、参政党がこういう強引な、固い姿勢をね、取ってしまってるから、話を聞ける、意見を言える場所がなかったから、こんなことになってしまってるんですけど、要は YouTube のリークでね、結局先に知っちゃうとまさに今そんな状況で、だから説明が足りないとか、言ってることとやってることが違うとかっていうことの声が大きすぎるから、僕の説明不足だったかもしれませんっていう表現というか言葉の選択をしたのかなっていうふうに思います。あとはさっきのインタビュアーの人がなんか、まあ本当にインタビュアーの人の姿勢で今回のこの騒動のどうにか火消しをしなきゃいけないなっていう、まあね、焦りだとか、ちょっとこれ以上離れていった人たちだったりとか、いわゆるこの騒動に乗っかってくるアンチの人たちが、しめしめって思わないようにですね、しなきゃいけないっていうところで、まずは自分のもともと仲間だった人たちの怒りを鎮めなきゃなっていう意味で、一旦離れても、また戻ってきてもいいんですよね、みたいな話してて、で、神谷さんはもちろんです、ただし理念とか考え方が伴わない人は無理ですよってことを言ってたんですけど、そもそもね、離れていた人たちはね、理念にはもう 100% 賛同してるわけじゃないですか。でも、参政党の掲げている理念が、今の党の運営のやり方だったりとかとのギャップですよね。人の心とはってとこの、こんなことをしちゃいけないんじゃないのっていうところの疑問があるから、離れてる人たちが増えてる。もちろんその自分の意見が通らなかった、自分が出したい候補者が通らなかった、公認に選ばれなかった、はたまた、自分が、選挙出たいのに出れなかったっていう人たちが不満を言ってるんだって、そういうこともね絶対多々あるはずなんですけど、僕はそこの話してないから、なんか論点のすり替えに非常に感じました。いや全然今不満の声を上げてる人たちってそこじゃないですよ。全然そこじゃないです。あとはなんつうんだっけな、そのなんていうんですかね、政治はね貸し借りだみたいなじゃないですか、なんですよって言ってたのかな。そんなん知らねえわって、そんな政治は貸し借りだから、今回はこっちの意見を飲んでくれ、次はあなたの意見も尊重できるように努力するよっていうようなやり方をしていくのが政治なんだとね、世界とかみんなそんな風にやってますよみたいなこと言ってましたけど、そうなんですか。だったらそういう話をシャットアウトしないで、ちゃんと
すべきですよ。うん、ちゃんとすべきです。あとなんだろうな、結局、F さんのことはどういう処置を取っていくんですかね。僕そこなんですよね。とりあえず今、あの方が、電話で、やられてたこと、だからなんて言うんだろう、政治は議会でやるんじゃなくて内側での交渉で、それ以外の場所で交渉でいろいろ決めていくんだって時に、じゃああの F さんがやってたってことはその参政党の内側の自分たちの政治の交渉だったの、ああやって揺さぶって、うん、なんだろう、どちら、あのかっちゃんさんにこっち側の味方になるように、都合の悪い人たちのことの悪口を言って批判をして、まああれはね、あれをやって洗脳されて、あそうなんだって、じゃあこいつら悪いやつらだってなる人はよっぽどやばいですよ。でもそんなことを四六時中繰り返してる気が正直してて、うん、でかっちゃんさんのチャンネルでも離党された方が公式の場でね、ああいう話を、まあ武田先生が地方だとか認知症だとかっていう話をしちゃったりとかをしてるわけですから、うん、なんていうんですかね、公開してやるのが政治じゃないっていうんですけど、じゃあ参政党は正々堂々を公開してやっていくべきなんじゃないですかって。だって日本の既得権益だったりとか、日本の今の自民党政権だったりとか、まあ DS、グローバリストたちのことを批判するときに、やつらは裏でいろんなことを画策して自分たちを洗脳して市民を国民を洗脳して、悪いことを悪だくみをやってるんだっていうことをね、再三言ってるわけじゃないですか。じゃあ政治っていうのはこういうもんなんだって、議会で行われるんじゃなくて裏でいろんな交渉が必要なんだって、その公式の場で言ってしまうのは、うん、参政党も他の政党、今の自民党とかと一緒のことやろうとしてるっていうのを宣言しちゃってますよ。うん、はい、参政党の公式チャンネルの、これからの党の運営についてだったっけな、後編を見ての私の感想です。はい、以上北朝鮮の工作員からでした。バイバイ。